あなたの旅のお供をするモデルコース特化型チャンネル、キンキ旅ップ。本日紹介するのは難波のまとめコースまとめ20選です。これまで紹介してきたモデルコースをまとめて一挙に紹介します。モデルコースと特徴だけ紹介しますので、詳細が知りたい方は概要欄から詳細動画をご覧ください。またこの動画と関連した情報を個人ブログにて公開中です。こちらも概要欄からぜひ見てくださいね。では行きましょう。プラン1を説明します。こちらは定番を詰め込んだ0円プラン。このプランは神社から始まり、定番スポット、ウィンドウショッピング、お菓子、スイーツとたくさんの観光ジャンルを楽しめます。固定料金は無料ですが、これだけのジャンルを楽しめるのは最高です。物足りなさを感じる方はこのプランに少しだけアレンジを加えるといいでしょう。移動の距離が長いので歩きやすい靴をおすすめします。プラン2を説明します。こちらは文化と食が組み合わさった0円プラン。このプランは難波の雰囲気と大阪の文化を知れるプランです。特に上方演芸資料館はこの地域の笑いを作ってきた文化を映像や展示で楽しめます。普段は行かないけどお金を節約したいから行ってみようと気軽に足を運んでくださいね。他にもトンボリリバーウォークでは特徴的な橋や難波を代表する看板などがあります。歩いていて目にする特大看板に目を奪われること間違いありません。プラン3を説明します。こちらは難波の歴史がわかる0円プラン。このプランは美術館や神社仏閣が中心の無料プランです。特に北御堂ミュージアムがおすすめです。御堂筋の歴史や大阪の歴史を共に歩いてきた本願寺だからこそ残る情報もあります。映像で見れる設備もありますので、工夫された観覧のしやすい施設となっています。他の観光スポットも自然豊かで魅力があって楽しめますよ。このプランは鉄道の駅が難波駅ではございません。ご注意くださいね。プラン4を説明します。こちらは少し変わった観光プラン。難波に行ってもあまり行かないような場所を厳選してみました。こちらの観光スポットは穴場ではあるものの、南の雰囲気が漂う場所には間違いありません。コロナ禍のこんな時だからこそ行ってみるのもありだと思いますよ。少し物足りない方は恵比寿橋を付け足して特大看板をバックに写真を撮るとより濃い時間になります。プラン5を説明します。こちらは王道からそれた穴場なショッピングプラン。このプランは専門的な店が多いショッピングエリアや難波の中心部から離れた場所を巡ります。流行を追い求めるのもよし、伝統的な店を訪ねるのもよし、皆さんの好みに合わせてショッピングを楽しめるプランになっています。変わったものが好きな人や雑貨が好きな人には超おすすめですよ。少し遠回りをして巡るプランですので歩く距離があります。歩きやすい靴で回りましょう。プラン6を説明します。こちらは神社仏閣を巡る歴史観光プラン。大阪城から近いということもあり、豊臣秀吉と関係のある神社仏閣が多いです。難波を南側から北に向けて歩いて巡るプランとなります。移動の途中にある近代的な商業施設を見ながら神社に参拝すると歴史をより感じられることでしょう。視点も豊かでビル群の中にある特別な場所に思えます。今まで先人が築いてきた大阪南を肌で感じながら
楽しんでみてはいかがでしょうか。プラン7を説明します。こちらは雨でも安心の体験型プラン。このプランは多くの体験を詰め込んだプランになっています。キャンドルスタジオでキャンドル作り、粉もんミュージアムでたこ焼き作り、デザインポケットで食品サンプル作りと多くの体験が楽しめるプランです。各体験施設には時間割がありますので、時間の詳細は各ホームページをご覧ください。プラン8を説明します。こちらは映画と大阪の文化を同時に楽しめるプランとなっています。映画だけじゃ物足りない人におすすめですよ。紹介している観光スポット以外にも映画館から近い観光スポットがあります。大阪の文化とは異なりますが、恵比寿橋筋商店街や難波シティなどです。好みや目的に合わせてアレンジを加えてみてください。プラン9を説明します。こちらは雨のショッピングプラン。このプランは商店街、地下街、複合型商業施設という雰囲気の異なる場所を組み合わせてみました。心斎橋筋商店街はジャンルを問わず、ブランドから雑貨まで幅広い店舗があります。しかし人が多いので密を避けたい方はご注意ください。ナンバーウォークはお買い物だけでなく駅と駅の移動に使う方もいます。ナンバーパークスはナンバーを象徴する複合型施設です。それぞれの違った特徴を体感してくださいね。プラン10を説明します。こちらは JR 難波駅周辺のおしゃれなプラン。このプランは JR 難波駅周辺の観光スポットを凝縮したプランになっています。この辺りはおしゃれな街として知られる堀江という地域になります。そのためインスタ映えが狙えるスポットがたくさんありますよ。お買い物、写真、観光とたくさんのことが楽しめるおすすめのプランです。プラン11を説明します。こちらは大阪難波駅周辺の道頓堀を中心に巡る王道プラン。このプランは昔から観光名所として有名な道頓堀を中心に巡るプランとなっています。午前は地下街の難波ウォークでお買い物、午後は頓堀リバーウォークを歩きましょう。リバーウォークの途中には恵比寿橋があります。グリコを背景に写真を撮ると一層難波に来たことを実感します。他にも写真の撮れる場所がありますので、カメラを片手に歩いてみましょう。プラン12を説明します。こちらは南海難波駅周辺の都会を堪能できるプラン。このプランは難波だからこそ楽しめる施設を選んでみました。南海難波駅周辺には他にもショッピング施設がたくさんある印象です。ラストは大阪名物と言っても過言ではない吉本新喜劇を見てたくさん笑いましょう。注意点として、吉本新喜劇の公演時間は日によって違います。ホームページをご覧になった上で観光してくださいね。プラン13を説明します。こちらは空と川から難波を見る3段階プラン。このプランは地上、川、空の3段階で道頓堀の景色を見ることができるプランとなっています。高さが違うと見え方も違います。歩いてみた時は見えなかった建物も観覧車に乗れば見えますし、船に乗って低い位置からの景色もまた違います。難波の雰囲気を多くの視点からご覧になってはいかがでしょうか。プラン14を説明します。こちらは都会の中にも自然ありを堪能するプラン。このプランはジャンルの違う自然を中心に巡るプランです。難波八坂神社は落ち着いた雰囲気に佇む自然に存在感があります。
パークスガーデンは複合型商業施設の中だということを忘れるぐらい自然がいっぱいです。自然を見た後にお買い物をしてもいいかと思いますよ。最後にトンボリリバーウォークで橋を一つずつ見てみましょう。それぞれの橋で違った顔があり、楽しめるようになっています。プラン15を説明します。こちらは難波の雰囲気を感じられる絶景プラン。このプランは難波の雰囲気を感じるためには必ず行った方がいい場所を中心に作成しました。港町リバープレイスを周辺にしているのはこの付近が絶景の多い場所だからです。おしゃれなカフェムーランと浮庭橋をセットで見ることのできる場所、港町船着き場、オレンジストリートなど多くの場所がありますよ。三角公園、御堂筋、恵比寿橋も難波を代表する観光スポットとなっています。雰囲気を楽しむには十分な場所となっていますよ。ショッピングも含めて観光すればもっと楽しくなります。プラン16を説明します。こちらは難波の王道を巡るプラン。このプランは難波のショッピングで絶対に行くべき王道をまとめてプランにしました。ショッピング以外に他の観光スポットも回れるようになっています。恵比寿橋やトンボリリバーウォークなどとは相性が良さそうですよ。観光スポットは行かずにこのプラン通りでも店舗数が多く飽きないこと間違いありません。自分の目的や好みに合わせてプランを組み合わせてみてくださいね。プラン17を説明します。こちらは四ツ橋駅周辺のおしゃれプラン。このプランはおしゃれなショッピング施設を中心に回るモデルコースとなっています。アメリカ村やオレンジストリートはおしゃれなショッピング街です。お買い物だけでなくインスタ映えを狙ってみるのもいいかもしれませんね。他にもこの辺りは美術館や劇場が多いです。それらと組み合わせて楽しむことも可能です。プラン18を説明します。こちらは南海難波駅周辺のニッチなプラン。このプランは少しニッチな場所も含めたショッピングモデルコースになっています。高島屋や難波パークス、難波シティは駅から近い大型の商業施設です。駅から少し離れたデンデンタウンは電化製品やアニメ、ゲーム関連の店が多いです。通称オタロードとも言われます。電化製品が安く売られていたり専門的なものが買えたりと商品数も多く楽しめますよ。お昼ご飯は黒門市場で美味しいものを食べ歩きすると最高の気分になります。この辺りでは千日前道具屋筋商店街や難波グランド花月などと組み合わせるとより濃い時間になりますよ。プラン19を説明します。こちらのデートプランは最高の思い出が作れるモデルコースです。リバークルーズやエビスタワーで高さの違う場所から難波の景色を堪能できます。そしてショッピングの店舗数が2000以上あるのでウィンドウショッピングにも最適です。歩く距離は長くなりますがユニークなお店も多いため楽しめますよ。さらに年齢関係なく楽しめるモデルコースという特徴があります。おしゃれな場所が多いので学生から社会人カップルまで幅広くおすすめできますよ。プラン20を説明します。こちらは都会をゆっくり楽しめるプラン。このお散歩モデルコースは都会をゆっくり楽しめるプランとなっています。お散歩といっても歩くときと休憩するときをしっかりと分けて作成しています。皆さんの休日がリフレッシュできるようなプランになっていますよ。観光スポットは文化的な場所を中心に組み立てました。最後の新喜劇はたくさん笑いましょう。歩く道は御堂筋が中心です。歩き足らない人はトンボリリバーウォークを歩いてみましょう。
どうでしたか？今回は難波のモデルコースをまとめて20プラン紹介しました。皆さんの行きたいプランが見つかりましたか？次は天王寺の絶景モデルコースを紹介します。今後もたくさんのモデルコースを紹介するので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。質問や意見、アドバイスもコメント欄にいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。